バンダイナムコ未来研究所は、バンダイナムコエンターテインメントなど、バンダイナムコグループの本社オフィスビルにおける通称。本校では2007年から2016年まで本社を置いていた東京都品川区の建築物について記述する。もともとは松下電気産業の研究開発、営業拠点で大阪府門真市に本社を置く同社の東京におけるシンボル的存在として、 また研究施設にふさわしい空間の快適性と柔軟性をテーマに設計、建設された。周辺環境に配慮するため、建物の高さを抑え、その周りには可能な限り緑化を施した。その上で、建物の外形は台形にセットバックさせて、日陰や風害による影響を軽減している。建物内には、同じく台形のアトリウムが設けられ、このデザインは、 片山俊博によるものだった。また片山は1階に設置された彫刻も手がけた。アトリウムには東側のカーテンウォール及び天井のガラス屋根から外交が入るようになっていた。事務室はスーパーフレーム構造による柱のない空間となっておりスペースウィングとも呼ばれていた。空調は建物各フロアの東西にある機械室から二重床を通って送り込まれ。 設置場所を自由に変更できる床面の吹き出し口から出るようになっていた。松下電機が退出した後の2006年11月、バンダイナムコゲームスは大田区矢口に所在した本社をはじめ、各地に分散していた拠点集約を目的に、東ビルへの本社機能移転を発表した。2007年5月から東ビルにおける業務を開始、未来のすべての人々に新しい遊びを提供していく。 という意味を込めて、バンダイナムコ未来研究所と命名された。2009年6月には、バンダイナムコホールディングスも、未来研究所に本社を移転した。2014年11月、バンダイナムコホールディングスは、グループのさらなる連携強化と、業務効率向上を目指し、港区芝居の本社移転を発表。2016年1月から、新築された、 住友不動産見たビルに順次移転し、万大な向こう未来研究所の通称も継承された。移転後の当ビルは2016年2月1日から解体工事に着手。跡地は積水ハウスにより、分譲マンション、グランドメゾン、品川シーサイドの森が建設された。なお、当ビルで使われていた石材はマンションの外交として再利用されている。 2021年5月26日、バンダイナムコエンターテインメントの自社スタジオとして、未来ンスタジオが港区芝の本社にオープンした。ありがとうございます。